皆さん、お元気ですか？花咲ゆきみです。11月4日に、新曲、雪窓という曲が発売になります。この雪窓という曲は、窓の外に降る雪が、失恋の悲しみと重なり、やがて主人公の心の吹雪に変わるという、涙も凍るような切なく、悲しい曲なんですが、もうサビの部分とか最後のところでこううわーっと声を張って歌うところが出てくるので、歌い終わった後にねスカッとするんですよ。とても気持ちがいい。だから早く皆さんにもカラオケで挑戦していただけたらなーなんて思っているんですけれども、なんとこの雪窓の発売に先立ちまして、ミュージックビデオの方が近々公開されることとなりました。 YouTube 日本クラウン演歌歌謡曲公式チャンネルの方で10月28日水曜日お昼の12時から公開されます。イエーイ。はい、というわけであと2日です。2日ですよ。ちょっと手書きで書いたんですけども、あ、見えないか。はい、あと2日です。ねえ、というわけであと2日です。2日待っててくださいね。実際ね、私もまだ見てないんですよ。だからこんな感じですよっていうのも言えないんです。うん、なんとなくね想像はしているんですけれども、こんな感じで出来上がってるかなーなんて思ったりはしてます。まあ、監督さん、カメラマンさん、スタッフの皆さんが、きっと素敵なミュージックビデオに、仕上げてくださってると思いますので、私自身楽しみに待ちたいなと思います。でね、先ほどその YouTube 日本クラウン演歌歌謡曲公式チャンネルの方をね見てみましたら、花咲ゆきみ雪窓という告知がもうされてました。はい。でそこをねちょっとピコッと押していただくと、リマインダー設定ってなってるんですけど、それをねピッてやってオンにしとくと、もしね28日の水曜日忘れちゃってたとしても、もうすぐ公開されますよとか公開してますよとかっていうなんか通知が来るそうなので、もしできたらピコってやっといた方が忘れていても安心できるのでいいかなって思います。あとね、そうそうそう、プレミア公開ってなってたので、プレミア公開ってなんだろうと思ったら、そのミュージックビデオが公開される何分前から始まって、チャットができるみたいなんですよね。だから私もその12時になってピッて見た時に、なんか皆さんと一緒にこうチャットができる環境にあればメッセージ送ったりできるんですよね。水曜日でしょ？ちょっとお仕事なんですけど、運転中とか電車に乗ってるとか歩いてるとかじゃなくて、止まってちゃんとこう見れる環境であれば、ちょっとこう感想とかね、皆さんのご意見などをお聞きしながら、見ながら、私もそのチャットに参加できたらなぁなんて思ってるので、もしよかったら皆さんミュージックビデオを見ながらでも感想とかをチャットの方でねちょっと書いていただけたら嬉しいなって思います。もし私見れなかったとしても、後からアーカイブで見れると思うので、そちらをちょっと見たいなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、新曲雪窓の発売に先立ちまして、 YouTube 日本クラウン演歌歌謡曲公式チャンネルの方で10月28日水曜日お昼の12時からミュージックビデオの方が公開されます。ぜひ皆さんご覧ください。よろしくお願いします。花咲ゆきみでした。またねー。